なのでこうした高い買い物をしてもですね、最後には放火とか、してしまうっていうのがチョコレートスキンとブラウニーが増え続ける理由みたいですね。だからこうした病気もですね蔓延してるのっていうのはやっぱりそれだけ人口が増えてしまったんじゃないでしょうかね。茶色とわからないのでいつまでその、肌の黒い方に気を使わなきゃいけないのかなって、白い肌の人同士ですね、台湾系とか、喧嘩してる風にしか、風にしてごまかし、しなさいと言われてるのかわかんないですけども、ここまでする必要あるのかと、誰がその指示してるのかなっていう、バカバカしい小芝居をさせてですね、警察官の方も多分おかしい方、格好つけてですね、茶色い人がですね、綺麗事ばっかり並べてますけども、船橋火災知らないって言うんですよね。多分その方々も押し付けられたんでしょうけども、全くルーツが違うのに、民族性が違うのに、もう日本人だと思ってるところが本当に疑問なんですね。